こんばんは、千鳥のノブでーす。大悟でーす。さあ、始まりました。千鳥のオールナイト日本 R でございます。ありがとうございます。はい、いやー、始まりましたよ。うん、千鳥のオールナイト日本 R。はいはい。売れましたよ。あ、そんなにやっぱり。 何を言うてんのそんなにやっぱりあれへんが。いやいや、それはうれしいことですよ。あのオールナイト日本よ。うん。ファラファン、ファンファラファン、ファンファラが流れるんやから。だからなんかその、カーディガン的なんを袖元をさずに着てるのなんなん、なんなんその、わしにかましを入れてんのいや、これが一番難しい今の季節が。あ、T シャツで行くのか、このカーディガンを羽織るのか、来たら暑いからちょっと羽織ってる状態ですけども、 そのお前の島には、うん、そのラジオの電波が届かなかったから、オールナイト日本のこの凄さっていうのを知らんわけいやいや、知ってますよ。そのオールナイト日本は僕でも知ってますよ。聞いてましたいや、それはやっぱりちょっと島の方は電波がちょっと悪かったのかいや、悪いんや、やっぱり。い <laughs>、うん、や悪いんや、届かんやろ、北岸のね、の岡山県の説明で,、ね、でもやっぱ知ってますよ、そら。ないないさんのオールナイト日本、うん、僕も、あれ、高校、も中学の終わりぐらいから聞いてましたもん。 いやなんかな、お前が言うとなんかその怪しいんよな。はい、いや、な、何が怪しいんわお前と高校からずーっと一緒におるけど、はい、お前の口から昨日のラジオとか、昨日のオールナイトニッポンっていう聞いたことがないし、<laughs> そのお前どこにでもそのパンツ見せる女みたいな。い<や><直>誰がやねん。 誰が誰にでもパンと見せる女やね。<laughs> 聞いてましたよ、ナえナルさんのオールナイト日本と、内田ゆ紀の夜空に勇気っすよ、うん。あ、それが学生時代 <laughs> そう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 。内田ゆ紀さんがラジオをやってる、プライベートのトーク聞ける、なかなか珍しかったんですよ。なるほど。やってたんですよ。うん、聞いてなかったでしょ、何にも。いや、まあ確かにね、ちょっとその、あんまり聞いたことはなかったですけど。うん、そうそうそう。いや、でもやっぱそれ知ってますよ。オールナイト日本といえば、みたいな。そんなもうありがたいことないですよ。 夜中の3時でございますけれどもね、うん、今。そうです、ね、誰か聞いてくれてるんでしょうかいや、でも、それはすごいんじゃないですかオールナイト日本ぐらいから。そうですよね。<ー>前回来たのが、ナイナイさんのゲストで、ナインティナインさんのオールナイト日本で来たのが、えー、4月ですから。お<ー>その時は、あの、なんと、ピカルの定理がゴールデンに進出してましたっていうお知らせできたんですよ。あ、そうか。はい あ、その、東京来ました千鳥がみたいな感じ。そうそうそう。聞いたことないとそんなゲスト。千鳥が東京進出しましたという告知をしに。ああ、そうでした。で、岡村さんに怒られながら、なんやそれはと言いながら。だから何が起こるかわからんってことですよね。人生ね、こんなに何が起こるかわからんことないです。四かえ、何ヶ月前半年前半年前です。に、まだそれを言うてたのに、半年後に、終わりましたと。終わりましたよ。 言わなければいけない。そうなんですよ。浮かれてましたね、あの時はね。まあね。えー、確かに。早かったな一1年半ぐらいですかまあ僕らが入ってから言うとそうですかね。まあ、ほとんど1年ぐらい。で、大悟は結構通ってたやん。うんうん、で、ピカルの定理のまあコントもいろいろあったし、うんうん、なんやかんやでこう来てたやん。うん、で、俺は、その収録の日に大阪で、あげぽよ TV という、 ナレーションの、犬の声のナレーションをする仕事が入ってたから、うん、ちょっと、そう、来れなかったよね、ピカルの定理に、なかなか収録日がないから。まあ前半は特に。そうそう。で、アゲポイ TV とかいろこう、動かしていただいて、うんで、競馬番組も卒業させていただいて、うん、で、1年後ぐらいからピカルの定理に参加しだしたから、うん、賞味3ヶ月ぐらいなんです、収録参加したのは。うん、かつ、コントもち、ノブのコントもなかったから、うん 俺の体感では3回ぐらいしか行ってないんですよまあ確かになピカルの定理に参加しての3回ぐらいわしもノブはほとんど見てないし寂しいでしょそれはそれであのなじまんまま終わったなと思ってたけどそうそうなんですよ寂しかったもん大悟がそのピカルメンバーとよく飯とか行ってたやん俺はほとんどないからそれがまあまあそれはしょうがないそんなこと言われても それはもう、ね、お前が犬の声の仕事してるんやから、それはもうそう関西でね。あげぽい TV やってましたけども、うん、これはもうちょっとここからね、うん、ちょっと今日はいろんな企画用意してまして、はい、まあそのピカルの定理が終わったというのもちょっとやっぱり一個関係してる。ああ、そうですか。そうなんですよ。な,るほどなかなか千鳥の今後を占うということになってますんで。あ今日のラジオが。ラジオがそうなんですよ。なるほど。はい。2時間あの全部出しますよ、千鳥を、今日は。<laughs> 何がですかあの、このオールナイト日本の今日はレギュラーを目指しに来たわけですから。わかるわかる。はい、聞きました。お試し枠というのを聞きました。だから、だからやと思<の>、ね、う。もう、お前の顔が違うのわかるもん。お互いでしょ <laughs> いやいやお前の顔がもう全然違うのわか,かる。あの、はいはい、よくある、はいはい、あの、ノブが気合い入りまくってる時の目が、<laughs> 小さくなって、あの、東京の番組でよく僕がなってるらしいんですよ。黒目だけになって、はい、黒目だけになってて、で、呼吸が高校となり、あの、ウォーズマンのようにね、うん、で顔が真っ白になってる、はい、こう、イカなんですよね。<laughs> その前がイカになってるのがすごいわかるもん。今日はね、イカのままお送りしますよ。それいやそのイカのままお送りされたら困るんよ。わしとしては。いや、それもこっちもやっぱりこの、天下のオールナイト日本さんのレギュラー目指してやってきたわけですから、はい 一回落ち着かないとダメ,、うん、ダメ全然ダメやっぱりでもあれです DAIGO もやっぱりこの東京の番組とかになったう顔にブツブツができるじゃないですかでも最近は治っていたんですけどね僕はねはいはいはい、はい、まあでもその当時は確かにイカとナマコでやってたら確かですけどそんなコンビですけどもね、うん、今日は2時間お送りしたいと思いますじゃあそろそろ行きましょう千鳥の「オールナイトニッポン R」 でまして、千鳥のノブです。最後です。さあ、お願いします。というわけでね、えー、さあ、今夜ね。うん、どんなことをやっていくかと言いますと、<う>ちょっと辛辣な内容となっております。あらそう。 えーえー、千鳥はこの将来どうしていくかという、えー、これちょっとリスナーの方を巻き込んで、うん、まあ千鳥の相談でございますよね、はいまあ大阪ではいくつものでレギュラー番組を抱えていた我々千鳥が、ですね m a n z a 2 0、はい、1、えーえー、1ですかね、うん、で3位にならしていただきまして、うん、東京へ進出してきたものの、うん、ゴールデンのレギュラー番組、さっきも言いました、ピカルの定理がなんと。 東京に出てきて、まあ半年ですゴールデンになって半年ですかね、うん、終了してしまいまして、はいえー、そのあと、じゃあどうなんだということでございまして、るほど今後、千鳥は芸能界でどうしていくのか、うん、これ、辛い言葉、ちょっとこれ読むのは辛いんですけども、も、うん、千鳥が正直、東京の芸能界にはまっていないということでございまして、もう断言するんこんなね、断言、断言されたんですよ、スタッフさんに。 オールナイトニッポンのスタッフさんに。はあ、断言しちゃった。しちゃってきたんですよね。でもそんなことはないよっていう声がもしかしたら届くかもしれんし、はい、っていうことそういうわけなんですけども、やっ、ま、ぱ、あ、このリスナーの方からですね、うん、そんな千鳥が今後どうすべきかを朝まで徹底討論したいと思います。なるほど。題して、お前お前あしお前やお前や <laughs> こここ,こ,ああこれ「どうるするどうなる千鳥の未来朝まで千鳥会議」よっさあというわけでございましてですねお前のセリコふ太字がお前のところやからちゃんと覚えておいてくださいさあ、えー、朝まで生千鳥会議ということでなこれはいい機会じゃないですかあの、ね、さらけ出そうということでございまして、うん まあ、確かにピカルの定理があるときはこうなんか太い柱があったような感じはありましたよね、うん、だからそれが今、スルンと抜けちゃった今の千鳥はどうなんだという、うん、どう感じてます、今大分いや、だから、まああのーまあ、これはね、聞いてる人に言うのはどうかなと思うけど、今のところは、はいはい、わしもノブも、はい、そのお互い、まあ、終わったけども、はい、まあ結果その、今まで取られてた時間、他の仕事も行け しまあ今はいろんなところに川田さんとあかんからこれ逆に良かったんじゃないみたいなはいはいはい、はい、嘘をお互いついてんなと思っ <laughs> よくそういう話になりますよねピカルの定理が、えー、木金とか勤労で取られてた、うん、まあそれが終わったからまあまあええんちゃう、うん、まあまあな色んな番組呼んでもらえるから、うん、その2日でみたいな感じでっていう騙し合いを今2人や 2>, <laughs> 2人してるけどあの先輩も言ってたよ 大丈夫二日空くんやからお前その間に『アメトーーク』行ったり『デラックス』行ったりお前空いたんやからよ,よかったやそのよかったよっていう言うてるけど、うん、終わってええわけがないないの <laughs> 何もいいわけがないんですよねまあねでも終わったからなそれはしょうがないけどそういうわけでございましてまあ、そんな中、うん、まあ大体『ザ・マン・ザ』で活躍したり、うん、そういうピカルの定理がズドンと決まったりしたら、うん、なんかバラエティ番組一周する みたいいななイメージないあーそれは、まああそま優勝したらな優勝したり、うん、まあこの2011でもまあ優勝と言ってもいいぐらいのインパクトを与えたやん <laughs> まあまあ、まあ、まあ優勝でしたよねまあ優勝でいや3位ですよ3位ですそれは3位ですけどぐらいのインパクトを与えてんか一周するのかなと思ったら、うん、なんか小回りの一周やったよねああなるほどね <laughs> なんかそのいや呼んでもくれる番組ももちろんあったんですよなんか このなんか縁がちっちゃかったなと思って、まあ、どしっと一周したいうような感じはなかったなかったんですよね、うん、そこでですねリスナーの皆さんにも、はい、ちょっと視聴者目線で色々ちょっと千鳥こうした方がいいんちゃうとかまあ正直それが全てですからね、はい、でそうそうテレビ見てる人とかラジオ聴いてる人がどう思うかですから私たちがこの仕事で呼ばれるっていうのはでね本人やとやっぱ やっぱりちょっとわからないんですよねあ,あの時なんかあの場面の時千鳥嫌やったとか。あ,<ー>なんかあの時もっとこうしてたらなみたいな感じの意見そして千鳥が今後売れるべきにはこうするべきだという、うん、東京に馴染むはこれをしたらいいんじゃないみたいなそういうことを送ってくださいはいさあアドレスは千鳥アットマークオールナイトニッポン .com 千鳥アットマークオールナイトニッポン .com 千鳥は CHIDORI でございますさあさらにですね、うんえー、日本放送さんの各番組のスタッフの皆さんからですね、うん、もし千鳥を番組で起用するならということで、えー、コメントをくれてるらしいですあらまこれは大事ですよこれももちろんはい,いろんなラジオのスタッフさんがなるほどまあまあまあそれはそれですからね 評価っていうのは、私たちの現在のね現在のこれが私たちが今どれぐらいのところにいるのかどう思われてるのかこれをねなかなかねリスナーの方に聞かす聞かすというかこれあんまバラしちゃいけんとこもあるかもしれないこれはバラしちゃいけやすここだましだましでやらんとあかんとこ今までオープニングから今しゃべってられたら聞かしちゃダメな話ですからね本当はね普通ここは強がって隠していくんですけどこんなもんはちゃんとした吉本のね偉いさん呼んでね普通個人 ししたね、会議室でしたねる話室で喋る話マネージャー入れてそうそうどうするちょっとノブは明日たがいいんちゃうイゴはもっと足をというのをもうラジオでやっちゃおう<や>そして『オールナイトニッポンズ』さんを借りてねやろうということでございまして確かになんかスタッフさんで東京のスタッフさんってやっぱ意外と千鳥のこと知らない人多いよないまあそれはまあそうでしょうねなんかやっぱ大阪では一応レギュラー11本ですか、うんまあ、ねいやらしいけど、ね一応 東京でレギュラー11本って言ったら今有吉さんとかですかそうですもっとあるんか有吉さんはねまあでもそのレベルでしょうねそのレベルでしたよね大阪ではまあねだからどこ行っても千鳥はっていう感じに知ってくれててましたけども意外と東京来てみたら覚えられてないみたいなそこに覚えられることがまず大事大事ですもんね あの、打ち合わせでスタッフさんが来て言うのが、うん、千鳥さんってどうやったら面白くなるんですかみたいな。いや、その、どうやったらというか、まあ、僕らに聞かれても困るんで。うわ辛いよな。辛いよ、あれは。<laughs> 千鳥さんどうしたら面白くなるんですかね何が得意なんですかっていう質問やっぱ多い。だから最初分からんからね。そう。この、決してその、やった結果の後の戦争、ね。そう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 。なんか、やる前の、ね。やる前の、この、 二人はどうしたら何が特技なんだろうということも分かってもらえてない状況も若干あると。あとなんか、ない東京のスタッフさんって、こっちがちょっとこう、引いてしまうというか、あの、大阪にない感じの、はい、な、なんですかあなたはみたいな、その、洒落<れ>すぎてるというか。あるね。あれそれ、眉毛入れずみじゃないですかい。いやー、いるいるいる,いる。<laughs> かましてきてるよな。<laughs> なんかその、とって、 とっつきづらいだろらおかしいけど、この、このタイプの人間はし知らんわ、みたいな。いやー、なかなかやっぱりね、<laughs> 東京の方は、スタッフさん洒落てるよな。ざっくり V が、へそぐらいまで開いた T シャツ。<laughs> いや, <laughs> いや、もう乳首もすぐ見えるやん、その、なんか、東京のテレビ局のプロデューサーより上は、<laughs> もう男か女かわからんように <laughs> いやそれはわかるわ。それはわかるわ。<laughs> ぐらいの、なんか。いやいやいや、確かに。 でこっちがだからどう喋って言っていいか分からへん,ねんな。めちゃくちゃ長髪の男とか、うん、男性とか、逆に単発すぎる女とか。だってあれ、あの人たちって結局あれでしょ、はい、言うたらサラリーマンというか。まあテレビ局の人でしょっ、ね、やっぱサラリーマンで、ね。でもやっぱその、のあれなんやろうな。自由というか。うあんな普通おらへんよな。いないいない。今日のな、<laughs> 出てた番組の、わらがみ様の、 ととかかか言ううたらもも誰っって分かっちまうけど <laughs> うスタッフさんとかも急にロケ来たら「<laughs> ええー、髪真っピンクですやん! <laughs>」「あのわしらより目立っちゃいますよ」みたあ先週会った時は普通の黒髪やったあの演出家の方が急にピンクと紫が混ざった色で<ー>下田樹さんみたいな色で来てその横にはなんか「<laughs> はい、トイ・ストーリー」のウッディみたいな女性の「<laughs> いやもうウッディーやん」みたいな「<laughs> ギョロ目の」うん いやだからな何やろうな、あのー、かまされるよな、うん、でああの人はじゃあピンクとあの紫の髪の毛の人なんやと思って今日会ってみたら、うんね、茶色になってたよなってんね <laughs> 一瞬でどっちみたいなそのなんか <laughs> 怒られたんかでも怒られた感じじゃなさそうやねんな触れたらいいのかダメなのか分からないみたいな気まぐれで3日ぐらいピンクにしちゃいましたみたいな 自由奔放なのよね。ああいうなんかもっとなんかず、ずっと毎日同じチェックのシャツとか着とってほしいわそ。そうなんですよ。うん、今のところこのオールナイト日本のブースの中にいるスタッフさんは、あのー、あ<ー>馴染みやすいというか。大阪っぽいですねいい。皆さん黒髪でいいです。<laughs> えー、決してあのー、オシャレでは。いやいや、これはでも全然、<ー>い,やいや、その、これが普通ですよ。そういうこと、そういうことです。 本当になんかそうやねんな東大京大とかやしなあー確かにね、うん、圧倒されるよねわしらがだから子供の頃から喋、うん、ってきてないというか喋ったことのないタイプの人が多いねやっぱあ確かに、ね、こっちの世界のあの上の人はいはいはいかなかなか商業高校卒業の二人とね、うん 東大、京大の方ががっぷり四つで仕事するって。普通仕事することは、あんまり、ね、なかなかないことですから、うん、ちょっと押されてるっていうのもあるよな、その辺の。雰囲気でね。うんうん、さあ、さらにですね、うん、この番組のスタッフさんでですね、うん、サブ作家の、うん、えー、かぎやくんがですね、えー、我々千鳥を使った企画をたくさん考えてきてくれてるということで、えー、それを見てほしいということで。なんですか、それ。あの、決してメイン作家の方じゃないんですね。サブ作家に サブ作家の鍵谷君くん。<ー>さっき挨拶来ましたけども。はいはい、はい 鍵谷くんもお試しってこと鍵谷くんもそうで、鍵谷くんもレギュラー狙ってます。ああ、その作家としての、ね。作家としての。ね、まあ、うん、その、まあ言うたらオードリーにぶつけるのは失礼やから、とりあえず千鳥にぶつけてけ的な。う <laughs> ーん、それやったらだいぶショックですよ。でももうそうとしか聞こえない言い待ちでしたよね。そうですよね。<今> <laughs> メイン作家の僕らの話、今横でもってくれてる方はオードリーの メイン作家の方、家の方ですから。でもすごい能力があるかもしれんからね、その。鍵谷君にね。さあ、鍵谷君どういう方かと言いますとですね、今日初めてさっき会ったんですけど、なんか見た目はどうですかねなんか、あの、爽やかではあるんですけど、やっぱりちょっと陰な部分が。ちょっとありますね。今で、あれで言うと、あの、レッドソックスの、上原の。あ、上原の。上原その、100キロぐらいしから投げれん上から。だいぶ、だいぶ振りが甘い。 上原といった見た目ですかね。ですね。はい。渡辺、渡辺コメディースクール、作家コースを出て、うん、5年目の30歳ということでございまして、現在レギュラー番組はラジオ1本やってると、うんはい、好きな芸人はハライチということでございまして、ほうほうまあ一緒にピカルでやってましたけどもね。え趣味は、うん、ガールズバー巡り、ということみたいですよ。<ー> <laughs> なかなかダメなやつで。<laughs> なかなかダメ。ガールズバー巡り、作家さんで変わってるね。<laughs> ガールズバーでもすごいよ。私この前、東京のガールズバー行ったけど、東京のガールズバーって、全然違うたよ。てか、あんなやガールズバーが東京にも。でも、あの、大阪で思うあのガールズバーでは全然なかった。なんかカウンターがあって、うん、ちっちゃい店で想像するやろ。そんなんじゃなくて、なんやろ、もう、キャバクラのほんまでっかいとこぐらいの感じで、で、普通に、 おったら、うん、ほんまになんか素人のお姉ちゃんが私服で、ーバーっと遊びに来ました感覚で横来るというか。あ、なる制服みたいなのもなくて。て、うん、へえ。で、大阪のあのカウンターの中に3人立ってて。立ってて、そうそう。まあれスナックやもんね。私も飲んでいいですかの繰り返しの。はいはい、あれじゃないあ,あれじゃない、なかったの。なんか、ゆったり構えて、<ー>まあ金も高いんやろ、けど。なるほど。その辺もちょっと違うよな。 あのパッとしゃべるときに、うん、ガールズバーっていうのとかも、うん、イメージが違うやん,なんかあーあああ分かる分かる大阪でガールズバーって言ったらちょっとだけななんかなんやろうねちょっと安いみたいなうんいや若い若い人東京でもそうなんかもしれんけどやっぱ東京は幅広いからいろんなんがあるわな、うん、そ高いのもありゃそう,やそうでおしゃれやねんやっぱ大阪ってちょっと変なアレンジするやろ あのガールズ串カツとか <laughs> あの通天閣の下にあるガールズ串カツとか、ね、<laughs> な,んな,なんでミックスしちゃうかなみたいな食いたいかなそこで串カツガールズにまみれて <laughs>、うん、また別のもので,まあでもそれがまあ大阪の良さではありますけどそう,そうガールズは巡りの好きな鍵谷君がいろんなことを考えてきてくれてるということで、うんえー、変な情報ありますね、うん、鍵谷君、うん、クールポコの えー、飲み会で知り合った女子大生の彼女がいる。<laughs> れこれ言わなあかんこれ。書いてありますけど、これ言わなあダメですか <laughs> いるみたいですよ。うん。鍵谷くんがこういろんな企画を考えてき期待しましょうよ鍵谷くん。お願いしますよ。将来のこの千鳥のブレーンになって。ああ<ー>、そういうのもいるんですよね、東京の芸人さんは。そう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 。ブレーンという。そうなんですよ。これ大事ですからね。うん、さあさあ、ちょっとね、あのー、 やっぱり、千鳥のこと、あまりこう知らない方も、やっぱ聞いてる方は全国ネットラジオなので、はい、多いので、うん、スタッフさんがですね、うん、千鳥、うん、東京ハマってないヒストリーっていうのを作ってくれてるんですよ。なかなか2時間後にはぐったりして帰りそうですね。はい、<laughs> いや、そうですよ。あの、心の準備ちゃんとしといてくださいよ。<ー>たまに心臓をもんどいた方がいいですよ。さあ、岡山県出身の二人は、はいえー、2007年7月にコンビ結成しました。はい えだ今年で13年4年目ぐらいということですねはいえ独特な、えー、岡山弁チンピラ漫才スタイルを築き上げ、うん、関西ではレギュラー番組多数、うん、これがもうちょっとダサいわどこぐらへんよ言うてみんよ <laughs> 独特の岡山弁チンピラ漫才これはダサい <laughs> これがやっぱりね千鳥のちょっとブレーキになってるなチンピラ漫才のとこ、うん、岡山弁のとこ両方あん ここがやっぱりちょっとね、うん、どうですか確かに。でもその、まあ、岡山弁はもしかしたらしょうがないかもしれんけど、はいはい、はいはいはい。その、どこがチンピラ漫才なんていうなまあ、完全に俺は違うし、うん。まあ、大悟の見た目だけでしょうね。うん、確かにな。言ってる漫才の内容はもうチンピラ集は一切しないはずないけどね。<laughs> やばまあ見た目か。その辺から出てくるんでしょうね。なるほど えー、えー、2年間ええー、2年間じゃないですねこれは間違え年間でロケ200本以上ということで、うん、ほんまにしてましたねはい、えー、大阪のロケはすべて千鳥だと言われるほどやっていたという、うん、まあまあ確かにいらしてもらってましたね、うん、週7でロケとかねうんまあまあ多いかったですねやってましたね、はい、1日2回とかあったからまあそうかそうっすよね、うん いろんなロケしましたね。やりました。またロケもまた違うんですよね。東京と大阪のロケって。うん、違うな。東京って結構、ここ行って、このご飯屋さん行って、うん、これ行って、ここのエステ行って、うん、エンディングみたいな。うん、結構こう、流れ決まってるみたいな感じの多いやん。大阪はもうほぼドフリーやもんな。確かに。<laughs> ここの、はい、この、国道沿いでなんか、 二三、ちょっと面白いの撮れたらいいんですけどね。<laughs> やってみいや。国道沿いで面白いの。誰もおらんのに。見たことないカンペ出るもんな。二人で歩いてたら。何か面白いこと言ってくださいっていう。うん、だから、あのー、まあまあ、全員が全員そうじゃないと思うけど、関西のディレクターさんが。はいはい。あのー、だいぶ鍛えられたよな。鍛えられた、あのー、いろいろ。ダメなに当たった方が鍛えられるああ、なるほどね。あのね、そうなんですよ。 東京のディレクターさん、揉まれてるんやろね。うん、揉,ま揉まれてやっぱりいろいろ仕事してきて結構関西の方スッと入ってきた1年目の子がもうディレクターしたりとかしてるもんな。 あと、あれもちゃうやん。やっぱりその、ロケバスみたいなも、こっちはなんか、なんかタレント専用の大型バスみたいな。ありますあります。あんなので分けてきっちり行かしてくれるから。千鳥でこの1台乗っていいのみたいな。で行くから、やっぱりその移動の間に、そのスタッフさんと喋ることがないやん。でもその、大阪やったらその、パンパンで行くやん。1台の。ぎゅうぎゅうですよ。 もう両サイドに喋るしかない状態を作られるから。うそ,うそうそうそう、そう音声さんとね、うん、ディレクターさん一体感が出るみたいなのもあるんかもあ、ロケに一体感が出るみたいなね。え、うん、ロケは確かにたくさんやらせてもらいました。えー、漫才でも多くの賞を受賞するほどの人気芸人にということで、2011年には岡山県の観光特使に任命されるという一応やってるんですよね。うん えー、M1 グランプリ決勝、あ、4回出てるんや。うん、えー、ザ・マンザイには、えー、2011年が3位、去年は2位ということでございまして。うん、そして、2013年、上方漫才大賞受賞してるということで。うん、これ意外と言われないですね。撮ってるんですけどね。まあね、東京だと、あんまり。そうなんですよね、うん。でもそれだけ聞くと、まあ自分らでもないけど、素晴らしい。素晴らしいですよ。<laughs> これぞ、こんな漫才師がいましたかっていうほどのね。はい、一応、経歴で言うとね。すごいです。上方漫才大賞なんてね。はい、この関東の人とかは、うん、あんまりイメージ、馴染みないかもしれませんけど、うん、すごい賞ですよ、はい。まあそうですよね。まああの、この年で撮ったんは、はい、いるんかないやらしいから。 だいぶやらしいよ。いないんじゃないかな。で、フットさんは、フットさんもう20代で撮ってるから。そう。フットさんだいぶ早いから。そうなんですよ。さあ、そして、え、2011年にザ・マンザイでブレイクの兆しが、ロンハーアメトークお試しかなど東京人気番組に呼ばれることが多くなると。はい。いうことでございまして。まあ、この辺はいいんですよね。しかし、え、人気番組になるはずだった、ピカルの定理。 え、が始まると同時に上京してきた千鳥が、はい。いるんですけども、はい、2013年9月に、早くも打ち切りというわけでございまして、早かったですよね。ほんます、もう今、一日何回言うてるかなピカル終わりましたって。言ってるな。<laughs> 方々で言ってるな。方々でやっぱこれ絡んでくるんだ。そうそう。今もうあの、何やろうね。 ピカルやってる時よりピカル言うてるのかそうそう。<laughs> あの、足元にしがみついてるよね、ピカルが。うん、終わったはずなんですけども。<laughs> 絡みついてきてる。絡みついてまだ来てるんですよね。ありがたいことに。さあ、そして2012年に映画、爆虐ファミリアに、お<ー>えー、大吾が、はい、えー、主演チュートリアル得意のバーターとして出演するもん、言い方。えー、特に話題にならずというわけでございます。<laughs> そらそりゃ3秒しか出とらんのやから。<laughs> 何の役でした あのー、なんか知り合いの女の子をレイプしようとして、で怒られて逃げて、車に引かれて、死ぬ最低の役ですまあそれだけのことを3秒で表したわしもすごいですけどね。というわけでございまして、現在では、これはちょっとどういう情報ですか、現在では東京で準レギュラーとして、テレビ朝日お試し下に出てるというわけでございまして。 これは純レギュラーなんでしょうかそんなことは、まあまあ、はい、でも言うてるんやからもう言うとったらえんちゃうこれは言うとこ言うとこ、これだってわしらが言うたんじゃないも、はい、そこに書いてある。書いてあるということはそういう印象があるということなんですかね。うん、はい。あ、ウィキペディアの情報でそうなってるって。<laughs> あー、なるほどなるほど。でもまあいいんじゃないだからこれはありがたいイメージね。お試しが純レギュラーなんか大きいよ。うん、それはそれでいいでしょう。ねえ、ありがたいですけど。さあ、というわけでございまして、えー、こういう、 一応ざっとした経歴でございますけど。なるほどはい。さあ、こんな千鳥がどうしたら売れたらいいかをどん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 募集しますんでね。うん、ぜひお願いします。さあ、さあ、さあ。ええー、もう三十分喋りましたけども。はい。この後五時まで。よろしくお願いします。お願いします。 千鳥の「オールナイトニッポン R」では「どうするどうなる千鳥の未来朝まで生千鳥会議」と題して千鳥が今後どうしたらいいかというメールを募集中ですメールアドレスは「千鳥」「アットマークオールナイトニッポン」「ドットコム」「千鳥は C」は CHIDORI です売れたいんじゃ。 日本放送で上柳正彦5番という番組を担当していますディレクターの富山です「午後番ももちろんレポーターでしたり、えー、いろんな情報を持っていくる人はまあ募集はしてるんですけれども <laughs>、はい、実はですね「午後版に「ピカルの定理」番組やってた作家がいまして<ー>どういう感じなのかっていうのをちょっといろいろ伺ったんですけれどもはい、はい、まあ終始非常に「ピカルの定理」では緊張していたっていう話を伺いまして <laughs> まあなかなか。 緊張がほぐれなくて、まあ、そのまま番組が終わったっていう話と大阪だと非常に生き生きしてるっていうのがなんかスタッフの中で話が出てるみたいで俺はピカルのノブやでとかピカルの千鳥やでっていうのを大阪で。 言ってるっていうのが、なんか、ピカルの定理のスタッフの間では、みんなで裏でちょっと喋られてたって話を伺って、まあ、そういう話をちょっといろいろ伺った結果ですね、まあ、千鳥の皆さんは、えー、まあ、大阪に帰った方がいいんじゃないかなっていうのが、えー、僕の中での、まあ、結論ですね。頑張ってください。千鳥のオーナイトニッポン R! ちょっと、いきなり厳しないうーん。 なんかもう結論みたいな、帰った方がいいんじゃないいやいや、いいんじゃないじゃなくて。いや、って言われて。言われてましたよ、うん。そんなことはないし。<laughs> そうですよね。うん、あのー、これ多分何個か続くやろ、今後。うん、続きますよ、<ー>そら<れ>。やめよう。<laughs> 早めに。これはもうやばいですよ。こんなことをね。はい。はい、あのー、皆さんに、世間に聞かしてる場合じゃないです今もう、<laughs> ピカルの定理で緊張してるくせに大阪では、ピカルのノブヤでって言ってた、うん。まあそれはでも言うてたもんな。しかも誰がやねん。いや、言うてたやん。いやいや、まあまあ、ピカルのノブヤででは言ってないですけど、まあ、一応ありがたい番組はいただいてますよっていうぐらいですけどね。な、うん <laughs> やねん、それは。いや、それはちょっと。言うてたやないかい。 まあ軽くですけどもね。だあれをやっぱ言いすぎたんや。恥ずかしいな。うん、しかもそれはピカルのスタッフさんに聞かれてるっていうのう。ほんその時はお前あんま出てなかったのに。そうやねそうやろ。あげぽよ TV とウマンチュに出てたのに、うん。そっちを言わんとあかんかったのにそうなんですよ。こういうのがどんどん続きますんでね。うん、耐えていきましょう。さあ。 今夜の千鳥のオールナイトニッポン R はですね、うん、どうするどうなる千鳥の未来、朝まで生千鳥会議をお送りしておりますけれども、うん、メールが来ております。うん、まあ、いろてる方が。そういうことでございますね。さっきのはスタッフさんでございましたけれども。まずですね、こちら、えー、ラジオネームでがですね、リカさん、横浜市の方でございますね。はい。これね、見た目できてますね。なるほど。えー、大悟さんは、うん、チンピラっぽくてなんか嫌だな。 という印象でしたが、が、はい、最近は男臭くてワイルドでかっこいいと思うようになり、<ー>好きになりました。そういう流れはあるんですよね。なるほど。うんえー、なので、うん、その島育ちの野生児っぽいイケメンさをどんどん出していけば、うんえー、女子人気が出ると思います。うん、何歳の方ですかね、りかさんは。ちょっと何歳かは書いてないんですけども。うん 一応こういう意見も来てます、ね。いや、いいじゃないですか。チンピラっぽくて、最初、やっぱ最初はそうない。もうでもこれは、もう、まあまあ、はい、こんなこと言うのなんやけども、もう戦略って言ったら申し訳ないけど。なんやそれ。その、やっぱり、まあ、ハマってるようなわしの思い通りに。<laughs> 最初じゃ嫌だなって思われてた。いや、一回な、それぐらいの上に何でもそう。<laughs> 一回な、何でも、んでも、食べ物でもな、はい、臭く,くらいの方が、おうおう何回もない。臭 って言うた後に、うん、うまーって言ったことないまあ、ああの、濃い、豚骨のラーメンとか。とか <Okay. S 2> 何でもさよね、チーズとかでも、何でもさよね。はい。ちょっとやっぱな、人間一回、ポンと突き放した、ね、離れていくのを、掴みたいみたいな、はい、心境があるから。<laughs> じゃお前はわざと一回、いかついのにして話してるってことやな。うん、じゃこの今を好きになった、 人はもう取り込んだって話だから逆に最初、あ、なんとなくこの人いい感じやなで入っちゃうと、はいはい、もう、はい、そっからは、はい、なんかあ、あんまり大したことないなというか、あ,あかん方に行くけど、なるほどなるほど。もう最初ちょっと嫌やなから入ったもうこのリカさんはもうずっぽしでしょう、ね。はい、<laughs> いや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 。<laughs> いや、それやったらいいですけど。こんなことを上から今言うてるわしのを聞きながらも、はいはい、ずっぽしでしょ。 ポシだなと思ってないやろ <laughs> そういうもんなのーず私ずっぽしって思ってる今それは思ってるまあ確かに第五ピンポイントで好かれるよなその結構年上の女性とか好かれてて、うん、そうだから意外となんかなわしみたいな感じのタイプを嫌いそうな人の方がまあ最初は確かに嫌いなのかもしれんけど,など結構ね好きになっちゃう なんかその、後々。うん、だからあの、マダムとか、本当にお上、あの、お金持ちで育った、とか、お金持ちの奥さんとかが、普通わしみたいになと、なね、あの、柄悪い嫌いって言いそうなんやけど、はいはいはい。あんたの柄の悪いとか大好きみたいな。言ってたもんね。なんかロケ中もなんか、カメラに飛び込んできてね。<laughs> そうだいつも綺麗なもん見てるやん、ああいう人たちは。あなるほど。もう食べ物から、はい,は,いはい。それこそ壁紙から。なるほどね。家の中おる時も、はい,はいはい。言葉だって上品な会話 家に来る人だってそうやわ、はい、まあ壁紙ももう綺麗やろね、うん、友達だってそうやしなパーティー行ったって綺麗なそんなところにこうわしみたいなが今まで出会ったことないこんななんか泥棒みたいなのにむちゃくちゃにされたいみたいなどっかにあんねん <laughs> リカさんもだからリカさんも多分などっかのあれやでお嬢さんやでということはうん じゃあ大悟の見た目はもう直さん方がいい方、ね、がいいしわしはやけどやっぱ<に>こ芸人みたいなのは特にこんぐらいピンポイントで愛されるね結構あの東京来てねこれ一番言われるんですよが大事なのよあの作家さんとかスタッフさんとか、うん、いろんな関係者の人にはやっぱちょっと大悟の見た目が怖すぎるんちゃうとか、うん、それでなんかあの怖い人やと思われてるから敬遠されるんちゃう,うん、うん、っていうのは一番言われるよね、うん、だから今もその蒔絵の状態やね だからそれを直していこうキャンペーンをしようとしてたやんや俺らはそれは逆に間違ってたな逆にじゃあもうこのリカさんの話を聞くとこのまま行った方があれ大悟はあそういう一面もあるんかってスタッフさんも思うようになってくるからななんかなんとなく喋ってたもんなヒゲもなんか剃ってみるみたいな、うん、で大悟はいやそれは嫌ですわみたいな話してたやん、うん、じゃあもう逆にボーボーにする方がもういいぐらいの まあまあまあ、どっちかよ、そうやな。しかわしは多分もう、この感じで行くけど、逆にそのお前 リカさんかリカさんのそのあれには、のの、のの字もない。のの字がないんです文の字もないんかいや、それは別にリカさんが俺の印象が薄いとかじゃなくて、第悟に対してのこれはメール。だからそっちの方がもんで、のぶみたいに薄く広く嫌われてる。誰がやねん。これがやっぱり。誰が薄く広く嫌われてる。薄く広く嫌われるのがやっぱ一番もん薄く広く好かれてんねん、俺は。強く嫌われるか、強く好かれるか、これやね。いや、強く好かれてるから。ああ、そう。 強く好かれてるんじゃないのその嫌われてはないですよ。嫌われてはないと思う。はい、薄く嫌われてる。で薄く、それがあかんない。<laughs> なんで嫌われてるやん、それって薄く。嫌われてはないですけどでもこれほら、これやったらいい。一応こういうね、見た目は大悟はそうしてほしいという。うん、確かにね、俺も迷ってるんですよ、見た目。なんかどう、なんかこう。 これっていいう印象がなだってもう今日なんかやラジオやからセットも何もしてないけどわしは当然ずっとおるからそんなわけないって知ってるけど初めて会う人はお前、はい、ずらって誰がやねん今うっすらおかっぱ風になってるだけ下手なズラみたいな <laughs> いや気使わしてんのこれで気遣われたそね。 千鳥のオーナニトリ毎朝8時からやってます「あなたとハッピー」という番組の担当ディレクターの小川と申します千鳥さんが東京でなかなかハマってないということなんですがいや僕は全然やっていただけるんであれば千鳥さんにぜひお願いしたいのありまして 和田アキ子さんの番組「アッのいいかげにせ回毎週土曜日のお昼の番組も担当してます一緒にア、えー、シスタントやらせてもらってますアナウンサーの柿花がですね、はい、早くやめたい早くやめたいって毎週言ってるんでもちろんそこでよければのあのむしろぜひぜひあのお願いします毎回本番の後にアッコさんとお食事会反省会としましてご飯食べる会もありますし <laughs>、えー、毎年恒例の新年会で 夜遅くまでアッコさんとお酒も飲み行けますしいいますぜひ<は>、えー、千鳥さんハマってるハマってないはどっちでも大丈夫ですんでお願いします、うん、千鳥のオールナイトニッポン R さあアッコさんの。 千鳥関係ない。代わりが欲しいだけ。で、その大丈夫なんですかアナウンサーさんも辞めたい。辞めたいとか言ってるのは。アッコさん。いや、それは出してもらえるなら、全然出な全然出たいですし。ただもう、わしはイボだらけ、お前は大王以下。大生こと、大王以下ね。なっちゃいますよ、その。毎週を確かに毎週アッコさんとで、なあ、緊張するやろな。そうやね。ほんで、一個ちょっとアッコさんに、和田アキコさんにちょっとだけ、 あの、気がかりがあるのが、うん、あの、大阪の番組で、アッコさんが大阪の番組出ること珍しいな。1>, うん、1年前に会ってんな。大阪にわざわざ来てんななそうそう、アッコさんをブラマヨさんが招待するという番組で、若手ネタ大会やったんですよ。アッコさんを誰が一番笑わせれるかっていう。で、まあ、千鳥が優勝したんですよ、我々が。優勝したんですけども、うんうん、その賞品が、あの、アッコさんの来月ある誕生日会に出席できるという。剣ね。 剣やったんですけど、うん、行かなかったんですよね。我々と。いや、は、来いよ、来いよ来なよって言われてたんですけど。わからんもんな。来いよ来なよが、その、ほっそりで、レベルなんか、ん何しに来たんって言われる可能性もあるし、そう。うん。で、まあ、二人とも、うん、できれば避けたかったんもあるし。そういや言うてるやん。言うてるやん、避けたかったで。いや、そんなことないんですけど、どう連絡していいのか、その、多分言ってはるわけやん。 出川さんとか、ねうん、勝又さんとかな、増田岡さん、よく言ってはるメンバーが、うん、そこに我々が飛び込んでいっていいのかというのもあって、いや、まだ早い、まだ早い、それは。ちょっと、あの、うん、過ぎたふりをしてね。うん。そな。まあ、でも、あれですよ、うん、その、大阪の方から、おめでとうございます、言ってたけど、ね。言ってた。うん、あの、東京に向かってね。あれも、その番組もおもろかったよな。 ああ、ありましたね。アクさんが、あの、言うたら、大阪に和田アクさんが来るなんてこと、まあ、めったにないし、その番組で、まあ、ブラマヨさんが今日東京からビッグゲストを呼んできますと、で、そこに、千鳥さんとかで、大阪の若手が何人か呼ばれて、そこでネタをやってもらいます。ただね、これはまあ、番組で、本当はゆあの、もうこれは言えないんです。ははいい これどうしてもね、本当にみんなの驚く顔が見てみたいんで,、うん、で、スタッフさんが打ち合わせで、これだけは絶対ね、でも本当に驚くと思いますよ。うんうん、本当楽しみにしてください。いやもうリアクションもね、自然に出ちゃうと思いますって言うてる時に、その、アッコさんの歌がな、はい、登場の時の、ね、登場の時の、リハで登場の時の歌がバーっと流れ出して、みんな、あ、和田アキ子くんねや、<laughs> <laughs> 完全にわかりましたよ、ね。完全然にわかって。 完全にやっこさんです、ね、あれも大阪の素晴らしいとこですよね,ねさあ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 いろんなねメール来ておりますよちょっと読ませていただきましょう、えー、こちらラジオネームサバさんでございますね、えー、東京都在住でございますえノ、ー、ブさんへお<う>僕ですねノブさんはもっと芸能人オーラをつけるためにも、うんえー、高級時計や ブランド品を身につけた方が良いと思います、うん、というわけでございまして悲しいかなこれは高級時計つけてるし、はい、<laughs> 一応ね私あのパネライというあのなかなかのなかなかというか全然自分で買ったわけでもない、うん、あの結納返しで、まあ、嫁の実家からもらったような時計ですけどもでもいい時計ですもんねうん、まあ、それがちょっと気づれそれはもう気付かれていいんこういうことじゃないんやろなあの、うん、と思うよましはもっとあの 見た目にパッとわかる服とか。うん。でももう、お前とかぐらいになると、もう服とかでもカバーできんのんちゃうかな。何がいや、服ぐらいだと、もうやっぱいろいろ先輩だって、わしらの同期とかもう後輩だって、やっぱみんなしてるやん。はい 例えば澤部ーーやったらトレーナーとかー。ああ、なるほど、ね。とか、まあ、いろんな蝶ネクタイをつける人とか、短パンを履く人とか、はい。なんかちょっと見た目で覚えられやすい。から、トレードマーク、うん。してるやんもう、でもそこにもう今更前行ってももうあかんから。はい、あかん。うん。だから、あれぐらいセンターかんのじゃん、その、うん、あの、バットマンのジョーカーぐらい。なんやそれ。<laughs> ちょっといつもあれ、こいつ口裂けてんのかって。いカ通り越してるやろ、お前。ぐらいするとか。俺の方が大ボケやろ、それ。 ぐらいやったら <laughs> あんな紫のコートったあ、まあ、そうか。あんぐらいしたらも突っ込まれたからね。<う>らもうギリギリ突っ込まれるかどうかわからんぐらいの。あのー、な、なんやろ、うん、あいつちょっとね。ちょっと目張り入れてんなぐらいのとか。<laughs> 一番嫌われるやろ。なんか,なんかそのぐらいした方がいいんちゃういじ,いじりづらい。確かにね、見た目、俺の見た目は何かいいのないかなと思ってる。うんやろあ、だから、あのー、なんか右前歯だけめちゃくちゃ伸びたりするな何やねん、それ。<laughs> それ。 誰が一角ウサギみたいな、右だけ、右だけ。<laughs> 怖いやろ、<お前 S 1> 一角ウサギみたいな。お前、わしがこれ言うたとき、よう、その、一角ウサギって言うやんか。一角サギぎやん。それはし知らんねん、ね、その、一角ウサギ。一角ウサギやん、この歯が、まあ、ま、<laughs> 一本長い。一角ウサギっておんねん。でも俺はほんまに、うん、あのーうん、一角ウサギやから。あの、高校、え中学の時は、うん、あのー、前歯4本の栄養を、なんか、 この歯茎の奥に一本歯が生えてきて、その歯が前歯4本の栄養を全部吸い取って、にょーんって長い歯が出てきそうになってた一角ウサギやん。そう。だから俺ほんまはほっといたら一角ウサギになってて。<laughs> で、それをあかんって言って、シューって止めて。<laughs> 一角ウサギって何やねん <laughs>。だ俺の DNA 的にはそれが一角ウサギがあったらしい。お前でもそれもったいないことしたんじゃんそれは。嫌や,やろ。 相方が前からニョンって本でいや、一本、うん、その一本だけ歯が長かったりしたらすごい特徴やで。<laughs> いや、まあ確かに、ね。そんな太ってる人とかいっぱいおるけどや、<laughs> ハゲてる人とか芸人でな。まあいろんなキャラいるからおるけど、そんな一本前歯なんてなかなかおらん。いや、それじゃちょっともうちょっと、その、パッとできるなんか見た目。髪型とかや、やねんな。でもその髪型、ちょっとちゃんとして。 だからそのど、ちゃんとしてっていうのは、それ、会議しようと今日決めようじゃん。いや、だから、もうずっと、もピカルしてるときは、綾部の髪型して、綾部、はい、の髪型やめた思ったら、<の>山里の髪型みたいにしてるやん。<laughs> その誰が山里の髪型 <laughs> 今、たまたまちょっとおかっぱみたいにしてるだけや。 探してんねん今った急に「桃黒クロ好き言うてみたり <laughs> 山ちゃん言うてみたり」思ったらもうもう山里みたいなことしとんな思ったらもう山里みたいな前髪して <laughs> ちょっと今度ほんの白く悪くなってきたから <laughs> ほんで今日はもうラジオも昔からよう好きでしたみたいなもう山里やん <laughs> 誰が第二の山里狙ってるのん <laughs> であっこ目出すねん違うわ 「オールナイトニッポン R」さあというわけで、うん、あっという間ですよもう3時台が終わり 1>, 1時間ですか早いですよねえのの知り合いはまだまだ続きますようんつらいなこれつらいですよな褒められて伸びるタイプなんやけどなあのじ一応ね、うん、なかなかこういうことなかったですけども、うん、あと時間かかるんやろね 千鳥ってなんか、うん、なんかそんな感じするわうん、うん、正直言うとねもうそれなんか大阪の時も、うん、答えはそれよ大阪の時もそんな感じ知らん間になんかな、うん、パンと売れるわけないこんな二人そうっすよねなんかちょっとだけでいいんで、うん、褒めるメールももらういや それ,よよそれしようよ、それしようよ、朝までやってから、このまま始発で帰って、次の日の仕事にまで影響,る影響するな。褒めてくれると。確かに、それはありますよね。うん、さあ、というわけでございまして、残念ながらお時間でございますけれども、うん、ここで、えー、聞ける地域の方<ら>、えー、一部の地域の方がお別れとなります、ねはい。何の解決もしてない,なしてないんですよね。まあ、ここののの一部地域の方にこの段階では、うん 一人は時間がかかるとあーなるほどちょっとあのもうしばらくお待ちください,いもうしばらくお待ちくださいじっくり見てやってくださいというわけでございまして、えー、さあ聞ける地域の方はどんどん聞いてくださいさあオールナイトニッポン一押し曲です AKB48 でハートやりきです ナイティナインと、えー、オードリーの、えー、担当ディレクターやってます、えー、宗岡良樹と言います、はいえー、お笑い大好きでもうお笑いの番組しかやりたくないみたいな感じでやってますけど千鳥さん、はい、1> 前一回ナイティナインの「オールナイトニッポンに」に、はいえー、来ていただいた時にご挨拶させていただきましたけども、はい、なんかね大悟さんか 大 a さんの方が僕が着てた黄色いパーカーのことをえ海外の毒のあるカエルの色っていう作業をしてましてまあそれ聞いてやっぱさすがだなと例いうこともできるんだなと思ってやっぱそれ以来大 a さんのことはちょっとあのテレビでも注目して見てるようになっておりますのぶさんすごいいい人っていう感じなんであのそのまま <laughs> あま鳥のオールナイトニッポンー。あい、はい これはちょっとノブの面白さちょうだいでもあれはもう逆に言わない方が良かった <laughs> いやそうよあや大悟 <吾 S 1> のやめるだけでみたい,いやんあれはもう逆にノブさんもトークがなんー毒よあれ面白いとか毒ピシャッとかけられたんでし緒よあれは <laughs> ほんまですよなるほどね、うん、そういうとこ見 細かいとこ、やっぱ一言一言ね。いじっとくもんやね。も<ご>ん,んやね。言そうと。そう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 。ああ<ー>、あの方だ、あの方。今、ほんとだ。今、いらっしゃってますね。そんなん言うた割には今日はいじり用のナイフてるやん。<laughs> 今日はマグレーです、ねうん。それで言うたんならなんか、それなりの色を入れてきてください。<laughs> セメントみたいなるん、ね、<laughs> なんか優しいのムが今たといやめえ <laughs> セメントっていう薄い例えしたんや流せえそんなんはまた <laughs> 優しい人のまま終わってしまうから <laughs> 次どうすんねん言われたらセメントっていう薄い例えしてもらった <laughs> <laughs> スタッフですと言われたらいいねんそれは <laughs> こう,そういう、なるほどね、こう、一言一と言もね、大事なことで分かる人は、こう、分かってくれちゃうんだな、ね、さあさあさあ、ここでですね、オープニングで言ってました、若手見習い作家、見習い作家というかね、まあ、僕らと一緒、東京・駆け出しの作家の鍵谷君の企画書、千鳥をこうしたいというのをね、本当に一生懸命考えてくれたらしいですよ本当にいいのがあったら、これ出しましまょうよそういうことでございます。うん さあ、読んでみましょう。えこちら、えゴール、まず、ゴールデン2エッジ企画書ということで、ゴールデン2エッジって言ったら、もうゴールデンタイムね、ええとかで2時間でやるやつですよ。え大爆笑旅番組。ああ、もうダメだね。えタイトルに大爆笑入れちゃった。ね。春菜愛、三河健一、千鳥のぶらり旅。うーん、わしらがいらん。わしが言うもなんやけど、わしらがいらん。おい、それはちょっと困りますよ。 ちょっと内容見てみましょうか、はい、春菜愛美川、えー、健一千鳥の4人がノープランで、うんえー、箱根熱海伊豆をぶらり旅、うんえー、まったりと温泉に浸かり美味しいものをいただくという、うんえー、大爆笑番組ですどこがやね、うんどっちの湯に浸かんねんほんで、ね、これ <laughs> 確かにね <laughs> 男湯行くんか女湯に確かにこれほんまに困りますね、うん、さあさあさあこれね確かに、うん 春の愛さんと美川憲一さんって今もやってるよね一緒にぶらリタあ,あそうですかでもなんかそううわ二人のは面白そうな感じするけどな面白そうやし雰囲気はあるしもうとか言いながら買い物してそういうトークになるやんだからそういう男の男前のあの子いいわねーみたいな話になるやんコスメとかやろねうんエステとかその男がいいみたいになった時にな千鳥、はい、だとこれその言いにくいやん 春の愛さんも、三河健一さんも。なるほど。あ可愛い,いとかうん、ここがやっぱピースやったら、部可愛いみたいな。なるほど。ま、たしかどその、ここよ、カギやくん。なるほどね。<laughs> 何が見えとんやん、かぎくんには。うん。まあ、ノープランでっていうのは、ちょっとま、あ楽しいところはあるかもしれんのは、ま、あどうするとか言いながら。うん でも、大御所の三河さん。確かにね。どの辺。ノープランですわ。うん、大変よどんぐらいのスピードで歩くとかもわからない、ね。わしらは、それ、な、うん、ロケ、ノープランでフリーでやらしてくれたらやるけどやな。三河さんにその一山越えましょうっていうわけい,かん,い <laughs> かんもんな。<laughs> 関西の番組、ほんまに一山越えさすからね。うん、そういうのが、どこまでできるかっていうのもありますしね。うん でも三河健一さんとかはあるないさんはこの前も一緒におしゃべりして楽しかったけど結構こういう大御所の方ちょっと緊張するようなこかそ三河健一さんは会ったことないかないと思うでな沖縄の三河健一さんのそっくりさんもあるけどな三河健一郎さんはわないえわ言わんででっかかったよでっかかったわいっかかったのあれあの方は本物の方はないですもんね はい。ね、まあ、旅番組はいいですけど、ちょっとその、まあうん、メンバーも難しいかなという気はしますね。鍵谷確かにね。はい。さあ、お、こちらもゴールデン2ジ企画書でございますね。うん、えー、知名度のない千鳥でも耐えられる。うんえー、ゴールデン2ジ特番。あ、<お>なるほどね、えー。今の僕らの知名度でも見れるということで。うんうん、千鳥の世界遺産。はい。かっこ仮って書いてますけど。うん えー、ゴールデン2人ゴールデンで2人を想定、はいえー、基本的に2時間 2>、はいえー、バルセロナの、えー、サクラ・サ・ファミリアや、うん、フランスのモン・サン・ミッシェルなど、うん、世界遺産を紹介する番組、うん、ただし、えー、副音声で千鳥の漫才が聴けるこれはダメですね、うん これはダメ。これはだからあれ、はい、地どあの、知名度のない地鳥でも、はい、要は世界遺産を見せとけば、そういうことみんなが見るってことこれはもう。あ、なんなんこいつ、その2時間にこだわんの、うん、こだわってるなぁ。<laughs> で、ゴールデンでやろうとしてんなぁ。してるなぁ。深夜から行こう。うん、早いわ、地鳥、ゴールデンは。もう一回ピカルでえらいことなったんやから。わしら副音声でできる。 あれ、漫才ないわ <laughs>、うん。まあまあ動くからな。動いたりするからな。ちょっと、これは嫌やなちょっとちゃんと真剣に考えたんかな。で、ほんで、これは深夜でやったら面白いかもな。なんかその、副音声で実は千鳥やってますとか、ナレーションかいとか副音声かいっていうノリやもんな。うん、ゴールデンで見てるお客さん、おじいさん、おばあさん笑わないな、これじゃあ。うん、そうやね。世界遺産のとこってほんでふざけられへんやん。そう。 なんか厳しいやろああいうとこでロケすると触ったらあかん触るなとか、うん、あの悪いも言うたらあかんとかうんフランスのモン・サン・ミッシェルってあれやろあの潮が引いたら歩いて渡る城みたいなとこやんなあそうわしでもこの前なんか、うん、モン・サン・ミッシェルで取れた貝ですっていうの食べたなんやそれ <laughs> 食うな <laughs> 食うやろ松べえ <laughs> いやでも出てきたんやてわしも笑おうともでももんやろそれ思うってすごいやんすごいそうそ<れ>小籔さんに連れて行ってもろうた飯屋であれあれ,あれあのカラス貝みたいなカラス貝あ、まあ貝があるもんあ,あ,あれのやつモンサン・ミシルで取れましたって言うて <laughs> どんな味なんそれいやそれ一緒よその日本の,あの,の,のまあ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 普通の一緒って言うたらあれかもしれんけどこれはちょっと難しいですよね、うん、はいさあ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 出ました 深夜30分企画書。そう、こういうのでいいのよ。これぐらいから行くのそうそうそう。えー、ドキドキする番組ですって書いてますね。なんか、俺らのことアホやと思ってんのかな、さっきから。うん。ドキドキする番組ですとか。千鳥の一か八か。でもなんかタイトル的には。いいんじゃないなんか、うん。えー、どんなことでもやってみないとわかんない。うん。えやる前に悩んだって仕方ない。うん。 そこで、千鳥の二人が、うん、様々なことを体を張ってチャレンジ。はいえー、例えば、泥船で太平洋オーダーにチャレンジ。うん、これは死にますね、多分。えー、貯金をすべて使って競馬にチャレンジ。うん、なるほど。裸で、えー、1ヶ月何曲で暮らす、うんえー。深夜30分を想定というでございまして。なるほど。これ,これ何なんれ何なん急にありえそうなん来たの何なんなん来たなぁ。<laughs> っていうこととはその個個目2個目もガチで考えとったん <laughs> まあこの三河さんの『ぶらり旅』たりはガチなんかもしれないですよねなるほどこれでもまあその裸で南極で1か月暮らすは無理やけど、うん、あってお面白そうですけどね一か八か、うん、なんかやってみるとでも、ねうん、結構こんなんかもしれんよねほんまにでも、うん、これを言い出してこれを褒め出すとなんやけど これめちゃくちゃようある番組 <laughs> <laughs> 気づいた、うん、これは。あの、俺も読みながらあるなぁとは。あるからこそええけど、ええなってそらなるよ。うん、多分これはなだって今までこれで成功してきたんやもんみんな。みんなこっからやんねん。あれやろ、無茶する系のやつだ。そうそうだ。そのわしらでの味が出るというか、血取りじゃないとみたいな。 鍵谷君もちょっとショックやな鍵谷君この鍵谷君も一緒になこれから売れていこうとしてる、うん、その作家の鍵谷君にまでいまいちこう、うん、千鳥の使い方が分かってないの鍵谷君がそうやなわしらのことあんまり分かってくれてないんかなってなるよなこのままのやと大吾は素潜りできるとかあ,<ー>あるわけやん俺がももクロの大ファンと超ファンみたいな、うん、そういうところのを放り込んできてほしかった やっぱりまあまあまあそれを入れてきてくれただけであっそうかそうか鍵谷君はその才能すらちょっと分からんけどもわし、うん、らのことへの愛は調べてはきたんやなみたいな <laughs> まあそうな感じれたけどこれでは <laughs> うん確かにね、うん、論文さんとかも最初結構無茶するねあの、うん、ガサ入れというかね、うん ああいうので行きましたからでもやりたいけどなしんなんかそのうわこんなんできんねやみたいなやりたいですよテレビでねそう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 ,、うん、そういうところにはやっぱり鍵谷君のね力も必要ですからあちょっとまた一風変わったの来ましたね、はい、こちら鍵谷君の朝の情報番組の企画書ね、うんえー、我々一応あの関西では情報番組やってましたもんね出てました朝も昼もね さあ、極楽加藤さんに続け、はいえー、朝の情報番組の企画、うん、おはよう千鳥です。はい、かっこかり、あの、おはよう朝日ですっあったから、<laughs> あるかな。<laughs> あ、そうか、今でもまだあるし、<laughs> 完全にもうパクってるから、毎朝忙しい主婦に代わって、ノブ、うんえー、が朝ごはんを作りに行くコーナー、うわ、ありそう ありそうやな毎朝忙しい主婦に代わってノブが犬の散歩しに行くコーナー、うん、いや暇ちゃうから俺も <laughs> 毎朝だいぶ時間取られてるけどえ毎朝え忙しい主婦に代わってノブが排水口の掃除をしに行くコーナー、うん、いやあの業者じゃないんですよ 一応タレントでやってますんで。そしてスタジオでは、大悟によるセクシーなダンスを披露しながら、うんえー、全国の天気や最新のニュースをお届け。うん、これはいいです。ちょっとここで鍵谷くん、結構ボケてきましたね。<laughs> こあの、鍵谷いじりですか、はい、これは。鍵谷の千鳥。鍵谷の千鳥いじりです,ですよね。今、連打で来てましたね。うん、なるほど。はいか、えー。そしてこれは、 えー四ですかいいんですけどそれ第5の第五の最新ニュース、うん、セクシーなダンスを広吉にお届けするのは、うん、やっぱゲイ層の方の、うんえー、数字を意識して点点点って書いてますね何、うん、パー増えんですよ <laughs> ちょっと鍵ギ君がね大事セクシーダンス役一番滑るし <laughs> あとその、はい、何がショックっていじって そのの本気で間違えてるねこれはショックやわ鍵谷君はっきり言うけどちょっとやっぱお抱えにはっこうわし今嫁と子供がおらん状態の芸人やって殴ってたな止めるもんがないあ危なかった危なかったよ鍵谷くん確かにね違うこの字ほんま多いなうんあるあるこれで結構テンション下がんねてかこっちの方が多いよな台本でこっちになってる時にあそうか 知らんわなってなってまうんだなそうそうそ,うそ,うそれになったよ鍵屋君 <laughs> いやお前なんかまだいいやん、うん、そ第5の「5」の字が違うだけやろ、うん、俺この前東京の音声さんに「 すいません、あの、千鳥の,のぼるさんって言われたんやで。<laughs> いやで、登 <laughs> るさんやで。だからな、それお前も辛いかもしれんけど、その横でピンマイクつけられてるわしが、その、のぼるさんっていうのが聞こえとんね <laughs> その聞こえてないふりをお前の前でしてるわしも辛いよ。相方が知られてないののぼるよ。登る言われてるやん。<laughs> どないしょーみたいな。スタジオで最初にわしがお前のことをのぶって言ったときに、音声さんが、うわーっと、も <laughs> うんやろな。<laughs> あー、登るじゃねあか。あ、登るって言うてもうた、とか。 ありますけどもねちょっと鍵谷君もうちょっとあのショックですね、うん、もうちょっとあのー、もうちょっとできるねあのー、つつ人なんかなと思ってました僕ショックです<ー>鍵谷に失望しましたわこれはそうですね、うん、見てくださいどんな顔してるんかと思ってパッと見たら <laughs> ニコニコ笑ってるやんあのヘラ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 が一番かっ <laughs> <laughs> ショックも受けてない、どっちかの顔しとってくれ。思惑 <laughs> 通りみたいな。アルクアンドピースのオールナイトニッポンゼロを担当してます。株式会社サウンドマンのディレクター石井です。はい。しのりさんは。あのー、アルクアンドピースさんはあ、あ漫才で、えっ、ー、とー。三位で、じゅうさん二位だったと思うんですけど。はいはい、なんでハマってないんですかね。あのー、<laughs> 多分。それ聞い,たいんですよ アルピーさんにある東京のおしゃれ感というかシティ派たいさんちょっとないのかなと醸し出すなにわ感がちょっとはまらない理由かなと思いますちなみに来週のこの時間はアルコピーさんと同じ太田プロ所属のダーリー・ハニーさんが「オールナイトニッポン R」を担当しますのでぜひそちらをお聞きくださいダーリー・ハニーの「オールナイトニッポン R」 千鳥よ。ーダーリンハニーちゃうよ。上手なの、喋りが。<laughs> <ー>が巻き込んでくる。二<ー>人で突っ込んでくる。らを。さすが。さすが東京のスタッフさん。 確かにそうかおしゃれ感ね、はい、アルコピースってなんかもう名前もおしゃれしあそうわしらはもうコンビでもやっぱっ、ね、何言わないよ千鳥わしらみたいな風貌と喋り方ないからもっとなんかやっぱ横文字やったんかなそうやねんなんシンフォニーみたいなな <laughs> <laughs> いいねラッ,シュラッシュスタイルとか <laughs> ラッシュスタイルにするもうラッシュスタイルぐらいいじゃないと、うんうん なんかな。確かに。いや、もう確かに。感じでな、千鳥とかじゃなかったな。なんかもう、ちょっとダサいかもな、もう。もはや。何話から出てきましたで、大悟もその風貌で、で、方言やろで、千鳥。チンピラ漫才。全然。ああ、ダサいダサい。リリッシュブーンとかな。 やっぱリリッシュブーンのね和室感もやっぱりリリッシュブーンの方がブーンは俺 BOOM ああそりゃそうよ <laughs> 色まで変えたってええわ <laughs> ブーンだけ <laughs> フーンでもええわいや知らんわ <laughs> いやちょっとねその辺もやっぱあるんですやっぱねあのー、渋いのよ全てが多分そうまだやなそうやろわしらはってのイブシなのよ何歳とかな誰らと同期ですかって言われて誰と同期とか、うん、何歳ですって言ったらえ そうなんですかっていう、ね。そうそう。もっと先輩やもん。だいたい俺ら40手前ぐらいに思われてるよな。33ですから、一応まだ30前半ですから。一応ノンスタイルの,一個、ね、イルの1個上ぐらいからね。年で言うとノン同い年やもんの。ノンスタイルと同い年なんですよ。ノンスタイルにする <laughs> 思い切って。ええわけないやろ。今からノンスタイルにして。<laughs> 怒るかな、やっぱ。当たり前ですよ。さあ、えー、こちら。 ちょっと褒めメール来ましたよああちょうだいちょっと一回褒めメールでほっこりしますか、はいえー、中野区の、えー、ラジオネームアルデンテさんですね、はい、褒めメールでございます「ザ漫才」の一回戦を見たんですけど、はいえー、千鳥さんのネタに影響を受けてる若手芸人たくさんいますよお、はい、なるほど、えー、計らずとも寄せてしまうような引力のあるすごい漫才作っちゃったんですね千鳥さんさすがありがたいですよねいこれはありがたいですよね 褒めメールくださいって言われたくせに褒められると結構言うことになくなるん勉強になりましたねああって言うてまうよなんあとこれ中野区やろこの時間にラジオ聞いてて中野区ってことは南海キャンディーズの山ちゃんの可能性ありますね山とがわざと入れてくれたんかな一応大号のね一番でしたありがたい ことですからね。でも、いいやないの、褒めてくれて。なんかね、たまにいるみたいです今、NSC 生で。方言。の方だから、大阪弁のくせに、大阪で生まれたくせに、はいはい。なんか、岡山弁のツッコミしたりしてるやつがおんねそうそう、俺の口調が映っ、うん。るんやろね。やっぱり。だあの、代表例、代表のやつ、ちょうだい。代表のツッコミのやつ、信な岡山の。 ちょっと出てこない。何でもええ、出せ。関西弁でえねん、そこは。ちょっと出てこないで出てこない。なんでやねんでえねん、それは。なんかいるなんか言われたなんかいるみたいですよとか。やめとかな。そうやめとかその。す砂とか。なんなそりゃとか。なんなんならとかそういうのがあるんですよね。まあでこれはありがたいとき嬉しい褒め言葉でございますよ。さあこれじゃないんですよ今日の趣旨は。ちょっともうあの。 グッとやっぱきついやついきましょうよ。一個しかないの。メールの。ええー、もう一個行きま、あ、もう一個一応あるんですよ。うん、ええー、神奈川県のラジオネームルービックキューブンさんですね。はい、ええー、こちら、大悟さんの岡山弁、あ、さっきも言ったやつだよね。岡山弁が。うん、ええー、最初は聞き慣れませんでしたが。うん、一人称の和紙や、えー、語尾に。うんうん ほにららジャケ、うん、とついているのを聞いているうちに好きになりました。<ー>え、これからも岡山弁を続けてほしいです。あーなるほどね。わしはやっぱりそういうことしていった方がいい。急に出すよ出 <laughs> さない。出さ誰だ出さないだ誰がだだないんだ使うよな,な,な今,今もずっとわし使うとったじゃろうがい,いやいやいや、そんな言ってないやん。んじゃろうがいとか。確かにね。うん 大吾はあのわしってずっと言ってるよなプライベートも、うん、でもあのスタッフさんにたまに言われてるよな、うん、大吾さんあれわしはあのオンエア中だけわざと言ってるんですよねそうそうみたいな思われてるみたいなあれ一番恥ずかしいだからわしあれ言われた時顔真っ赤になって <laughs> そんな感じでわしのこと見とった思うて <laughs> キャラ作りでは一応ないんですけども、うん、昔からわしとかジャケとかね、うん、でもわしはいいんですよだからうあのさっきから申し訳ないけどはいはい ちょっとその、大悟さん、いいですよ、みたいなのが。まあ、わしから言いにくいで、こんなことは。何個か来てるやん。まあまあ、まあ、今のところ、そうですね、うん、見た目もでも、お前の方にもやっぱちょっと来てんですよね。ああ、ちょっとそれ読、ねうんで。ええー、いいですかはい。ラジオネーム、バカパパさん。はい。 この前、千鳥のいまいち売れない理由がネットニュースになっていました。はい,は,いはい。その記事では、ノブさんが大きな声で口が悪いことをところ構わず言うので、先輩方や業界の人の評判が悪く、<laughs> <laughs> おいおいおい、大悟さんや吉本の社員さんが、その ノブさんの口の悪さを直そうとしている、はい、と書いてありました <laughs> あ俺それ見たとりあえず噂か真実か分かりませんがまずはその噂を書き消すのが最終じゃないですかとこれはね嫌な記事がで出てたんですよまあでも事実やからしょうがない誰が事実やねん <laughs> 否定せお終わるな終わるなこれ嘘のニュースですよしょうがないこのあの大吾も吉本の社員もそんなん直そうと思ってないですから番組でノリで言ったことがなったんや長いからリアル <laughs> 千鳥のオールナイトニッポン R。千鳥,ン R 千鳥のオールナイトニッポン R。ここでニッポン放送をお聞きの方ともお別れになってしまいます。あ,まあっという間ですよね。早 <laughs>、はいはい。あのイメージアップになって その何か解決しましまた、うん、今回の趣旨はちょっとそれもあったんですが、千鳥を知ってもらうとか。うん、まあしてないね。してないですよね。<laughs> どっちかと言えば、えー、イメージは良くはなってないやろうし。千鳥は東京ではどうすればいいかっていうのも何の解決にもなってないし。オープニングは2人とも気合い入りすぎて、<ー>イカと、なんでした生子でし生子から始まり、<laughs> なんか見た目がね、 あれれやとか言わなながら、うん、そうなんですよね結局だから結論何ですかんその我々が今後どうしていくかというか、うん、まあ今後一個だけでもね、うん、この日本放送をお聞きの方ここでお別れする方に一応よりはこうしていきますというのをちょっとだけでも。 伝えれたらねだからまあ、まあ、吉本が許してくれるなら、え来月あたりに僕らはリーリッシュボブになってますから。<laughs> いやいやいや。<laughs> いやまあそこからもう一度可愛がっていただきたいなと思いますけども。そんなオシャレなリーリッシュブーンリーリッシュブーン。リーリッシュブーンする <laughs> でも、だからそういうことなんじゃないちょっとその、スタイリッシュななるほど。な感じなるほど。うん。みたいなんが、 いるかもね。ねでもお前が出したらいいんちゃうさっきからわしのそのこのわしとかは OK って言うてんだから。かそまでいいわ。うん。お前がなんかさ、かせえのわ。紙なんか真緑かなんかしてみようかな。<laughs> ババ馬場ちゃんがやってた。<laughs> かぶっとんね。なんかそういうのをしてみようかな。なんかが、そういうとこか,かもらかもしれないそういうわけですよね。<laughs> はい。さあ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 、早いですよ。あっという間でございますけども。うん、またやりたいですよね。また聞いてほしいですよね。いや、またそうですね。ここでね。ししさあ、というわけで。 いい歌が流れてきましたね一緒にこの前、「エブソニック」で漫才をさせてもらった田島孝雄さんでございますけどもね、はいえー、さあ、こちら最後、日本放送をお聴きの方はこの曲を聴きながらお別れでございます、オリジナルラブで接吻です。ありがとうございました <music> 日本放送 CD ルームでアルバイトしている小川です。どうも。千鳥さんは、はい、ピカルのテレビで見たときは、すごい面白い芸人さんだなって思いました。でも東京には、たくさん面白い芸人さんいっぱいいるので、はい、でやっぱりそこを超えないと、東京では売れないと思います。<laughs> 千鳥のオールナイトニッポン R ちょっと待って、一番きついかもな。 ちずさん、面白いですよ。うん、いやただ、面白い人いっぱいいますからね。きつい。一番来たかも、腹、ボディに。どっち腹。<laughs> <laughs> 腹、腹にするわ。<laughs> ええわ、そんなとこ。いやー、そうなんよね。それはもう、それは分かってる。それは、それは分かっとるそれはそうやで。それは倍率高いとこよ、東京は。今さら何言うてくれたの、わしらだって、そ分かっとるわや。やっちゃらいっていう気持ちね。それそうですよ。 行かなないとダメなわけですから、ね、でもやっぱ面白い人たちといる方が面白くなりますから。うんうん、結局、うん、あのドラゴンボールでもそうやってね。うん。ナメックスで行ってから強になったもんね。あこからの強なり方半端じゃなかったよ。普通あの地球で終わってるとこやもんな、うん、悟空は。 だ地球が大阪としようや。ただ、ただ悟空は舐め星で行って強になったんじゃなくて、舐め星に行くまでの中、宇宙船で強なったになってたけど。<laughs> けど <laughs> でもみんなそうや。<の>クリリンの強さなんてもうだいぶ変わってたからね。だいぶよ。最長老様に頭触られて、ブンって強になったからな。うん、<laughs> だからそういうので考えると、いいんですよ。強い人にもまれる方が。だから今、重力が重いあの部屋で、なんか修行してる時なんでしょうね。うん、なるほど。 ちょっとそこに何かライバル多いみたいなところに関する、はいえー、メールもございますよ。誰らになるんやろな、ラジオネーム、木綿豆腐さんでございますね。はい、ゲスの極みおうおういやですね、うん、どうかしてるぜ、うん、みたいな決め台詞を定着させるのはどうでしょうかという。千鳥が売れる方法は。あるやん、シンプルに口が臭いが。それなのよ。<laughs> 大こけ。<laughs> 王のやっぱりねつまずいたとかじゃないのつまずいたとかじゃ「王の苔やったねああそうやっぱあれってなんか大阪時代なんか俺ら千鳥まあロケやったり漫才まあロケ芸人とほぼ呼ばれながら漫才もしたりしてまあトーク番組なんかも出たりして「千鳥まあまあまあ面白いよな」って関西のスタッフは言ってくれたりした最後の方にノリで作ったやんまあ遊びでな そんなギャグとかないなとか言いながらうん、うん、ギャグみたいなちょっと作ってみるって言ってちょっとそうやな何やったらちょっとギャグ裏返しみたいな、ねうん、そうギャグをいじって作ったみたいな、うん、でロケ中に「あのお前酔うとるやないか」って言って「いや酔うてるかはァ、あうん、シンプルに口が臭い、うん、で胃が腐っとんじゃっていう確かになでそれを関西の人は「もう千鳥がまあ変な余計なのを作って」って言って笑ってくれてたやないきなり東京ではでも、うん それを、いきなり一発目の番組の最初とかで、千鳥さん来てくれましたーでいきなりやったりしたやん。軸に持っていっただ, <laughs> だから最初のスタッフさんは、あ、大悟ほんまに口臭いんや、とか。うん、なんか。ふにゃふにゃの剣で戦いに行ったみたいな。<laughs> あら、あの頃な、ごぼう持っとんかみたいな。<laughs> あの頃、武器これか。うん、東京に来たのにはごぼうじゃ、勝てませんよ、みたいな。口が臭いキャラで乗り込んできた、うんって思われたんかもな。 あれがあかんかったっていうこともあるわけあるあるあるあれをやったのがそういうわけやね確かになわしもだってわしはほんまは嫌やもん口臭いって思われるからな臭いなんか言われたんやだってわしよう言われてたであれを最初に結構やってる時期は東京でそうそうあの口口本当に臭いんすかとか口に合わしてくださいとかうわーや でもこっち、自分らでやっとるくせにあそこ怒るもん、うん、なんかなかっこ悪いからなんか乗ってたけど血に弱してないよそれはほんでそうほ<う>、うんでほんまに臭かったしな、うん、臭いの、ね、にたまに5回に1回 <laughs> 1> 本草の日すごいよでも本草の時にやっぱそのな 普通の人に言われて匂わしてくださいって、本草当ててしまうと思う。とんでもない。うん、とんでもないやな。うん、もう、あれが来るからね。うん、でもこれは、うん、あの、皆さん売れてる人あるよな、ゲスの極みとか。結局あるわな。河本さん、次長課長河本さんで言ったら、おめえに食わせるタンメンはね、とか。うん、うん、そうやな。結構ブラマヨさんもね、吉田さんに、あの、カチッと東京で売れたなっていう瞬間どこですかって吉田さんに聞いたら、うん 意外とのはヒーハーなって言ってたもんな。ヒーハーがブレイクした瞬間に、あちょっとなんかカチッとハマった感じはしたなって言ってたもんな。そういうとこなん、ね、なんかまあでもそれは作った方がええって言うけど、うんうん、その作った感が出るとな、やっぱあれ昔からずっとやってるみたいなとこあるやん。で、うん、今更なんか関西の人にそれを見られるも恥ずかしいっていうのもない 新しくなんか東京でもがいてなんか変なん作ったなみたいな「えだいえだい本音で喋って出てた?」「出てる」「出てる」「出てる」「出てでも嘘やなほんまで言てたらそれはちょっとあるあるな確かになだから昔からやってるやつでやったらノブがやってた昔からやってるので言ったら寝てねえんじゃとかあ寝てねえんじゃあかんわ 意味がかからんからん説明長いもうここで説明するのも長いぐらい、うん、まああれはあったよねよく番組であのこの後は「えー、サタウマ」みたいな感じの時になんか300で余るやん、うん、その時に一言任された時は「うん、この後はサタウマ」うん「ノブが出とやからおもろいに決まってるやんかおられい!」 嫌や,やね <laughs> 怖いかったわ知ってる <laughs> 知ってる人が目の前で打てんのに怖かったもん, <laughs> んこれはねあのプチブレイクしましたよあ関西のこういう,そうジングル系の時は45回は言わしてもらったな、うん、まあなでもそれは俺のなんかキャラ知ってくれてるからやもんな,なそうなってくると思う誰が強がってんねんっていうことやけど それをちょっとするわけにはいかないですもんね。んんまあでもいるんやろうね、そういうのが。だから簡単なのがいいよね、やっぱヒーハーみたいな。そうそう。なんも使えるやつ。ご飯食べた後でも言えるとか、最初の挨拶でも言えるとか、何にでも対応できるやつがいいんじゃないかな。島じゃけね、みたいな。<laughs> <laughs> 大悟がもうそればっかり言うみたいな。わしが、あー、うんまあ、まあわしが島や、ああ、なるほどな。そうそうそう。 なんかやったときに、クイズ答えられません。んおい、大合意と。<い>島じゃけんね。ああ、いいんじゃない。ああ<ー>、いい声出てたよ。<laughs> 志村さんボイス出てたよ、今。あ、そう。それもう、天下人だよ。天下人の島。<laughs> 島じゃけんね。ああ、いいね。あそうねえは、もっとなんか、かす、かすれさした方がいいかもな。島じゃけんね。うん あんまりやなお前が笑うてないのびっくりしたお前がやらしといてお前が笑うてないのなんか3回聞いたらもう全然2発目から飽きとんねんこっちは次き合て3つ目やっとんねん笑えちょっとやっぱその辺はもう自然になんやろななんかのでもギャグってそういう自然に出たもんっていうから今後んかでパッと出たハマったもんちゃうそうなんやろな 今後やっていく上で、これっていうのを決めていこう。今の良かったんじゃ。ただあの、お互いが終わった後に、あれ、ノブ、あっこのあの一言あったやん。あれ、も次も言いいみたいな。ああ、そういうの言わんもんな。お互いが言うてたらなんかあるんかもしれんけどな。そうやな。そういうのがもしできた時には、定着させましょう。さあ、えもう一問読んでみましょう。京都市ラジオネーム、ウイロうさん、16歳の方ですね。16歳。はい、十六歳の方聞いてくれる。16休みか。 さあ千鳥さんの今後についてですが、はいえー、関西でのトミーズさんのように、うん、東京でも誰かしら可愛がってくれる先輩を見つけてはいかがでしょうか、うんえー、今の仲の良い東京の先輩はいますかということでございましてこれも大事っていうよね、うん、なんか東京の先輩結構関西の人が多いもんな、うん、もともと大阪の人ばっかりやもんな言うたら、うん 小籔さんとかね小さん新規の小籔さんが東京の時に誘ってくれるとか、うん、まあ今仲いいって言えばはいそう大悟はまあジュニアさんとか行っ,ってるかジュニアさんもそうじゃなちょいちょい連れて行ってもらってる小籔さん、ね、まあでもそうかあんまりいないかなだから東京のなあの東京生まれ東京育ちとかの先輩ってほんまないよな うーん、誰ギャロそういえばえそんまやなあっ品川さんやあ品川さんなうんまあ<は>そうか大悟まあ一応映画とかなうんだから誰に行くんがええんかなそうそうでもそれもやらしいしななんかそのーーそれ目当てで行ってますみたいなファミリーになりに行くみたいなもんもな、うんうん、確かになあれで映画の仕事もらってる時とかちょっとまあやらしかったわ どこが <laughs> どこがやらしいねすり寄って言ってたななんか品川さんが映画撮るみたいな時に品川さんがわしにはすり寄ってきてない,な <laughs> いやす出してくれんわ品川さんそれやお前が言うてるやないかい <laughs> どっちやんお前は出してくれんな結構いそのなんやろうな煙出るぐらいまですりすりしてたのにな出してくれんなおかしいな なんかそういう,そうなんか誰々ファミリーみたいなの入ったらって言うもんないやでもわしは、うん、これはもうやっぱそれ千鳥ねはい、はい、東京で天下取っちゃろかいって言うんやったらはい、はい、そりゃ千鳥ファミリーですよおおもう作る逆にそのね先輩のどっかに行くとかじゃなくてなるほどなるほどそれぐらいのことじゃないと16歳の僕にはちょっと分かんなかったかもしれないけどはい、はい、それぐらいの気持ちで行かないとこんなね 飲まれちゃダメ飲まれちゃダメなんです。その、トミーズさんみたいなね、その、テンピュールのね、布団みたいな柔らかいのないんですよ。優しいよ、トミーズさんはもう、テンピュールやね、羽毛布団で。どんなもんの鍋、わしら、うわうまいですわって食うてるの見るのが一番好きなんやから、マッサンは。マッサはね。やっぱそういう、テンピュールレベルの優しい先輩、そしてそこに甘えてたらダメだということですね。 誰よ、その千鳥ファミリーの下で今大号が可愛がってるこれからまあファミリーかなっていうやつは誰よ？うーん今今そうですね。まあそこと一緒にこう群雄割拠のお笑い界を戦っていかないわかんわけやろ。ネゴシックス強い弱いハマろうハマろうってなってる。もう一兆もう一兆。 うん、三浦マイルド弱い <laughs> <ー>変なピン芸人ばっかりさあというわけで鍵谷君のコーナーいきましょうか作家のいろいろ考えてくれて <laughs> もう深い時間になってきましたからもちろん「アダルトチャンネル企画書」というのも書いてくれてますよ えー「みんな大好きパラダイステレビ」企画書「はいえー、千鳥ノブの嫁なら、うんうん、夫のチンコを当ててみて」「カッコ借り」「CS のパラダイステレビ、うん、アダルトバラエティー専門番組企画ノブ、うん、の嫁が、うんえー、壁から突き出ている10本のチンコから一、うん、つ一つ、えー、入れたり、うん、加えたりして、うん、10本 ポンの中にある夫のチンコを当てる企画、うん、これはダメなの言われてきましたね。でもノウの嫁もこれプライベートでやってるもんな。してるかお前。どんな嫁やね。昼夜と。昼誰が昼？<laughs> 誰が朝晩夜晩でやってんね。これはダメですよ。でもこれもしやれたらすごいかもよ、うん、し視聴率的には。いやすごいや。これ嫁じゃなくていいやん。 いやじゃなかったがややんいまあまあそうですけどいや触るわけやろその他の人のでも結局ノブのも触るんやでいやいやいやそれやからいいってならへんってノブら。結局最後は俺の触ってくれるんやから別に大丈夫やんほんでノブずっと言ってたやんその奥さんがその高校の時からずっと付き合ってノブしか知らんとそう一応17年間ね あの、俺としか付き合ってないのよまあ、それはいいことやけど何かかわいそうやないかみたいな初体験も俺で俺でそのまま死んでいくんかとちょっと思ったわけやろうんならちょうどいいやかんわんでそれを放映されなあかんね CS でちょうどいいことない何を食いついてんねんこれに関しては賀来君なんか光るもんがある光るもんないわ何にもうんその一本はわしでもあるからなあかんわそんなもん 一番嫌やね<で>ん、俺。大落でその、はい、その掴んで、これですって言ったのがわしやったらやっぱ、その、ウケるもん。<laughs> いや、ウケるとウケへんじゃなくて嫌です嫁がおちとしてはすごいいい落ちになるダ。ダメです、ダメです。お前も嫌やし、お前の嫁も嫌やろ。これはちょっと鍵谷くんダメですね。どんどん、ちょっとアダルトチャンネル企画書がどんどんありますよ。うん さあ、えー、タイトルがですね、うん、千鳥の東京に引っ越してみたら、うん、マンションの管理人がエロすぎて、うんえー、夜の管理もお願いしたらとんでもない名機で、ノブはもう、てんてんてん。これほんまにあるやつやん。AV で。ほんまに AV であるやつの、これもじってますよ、これは。AV 見た後やろ、<ー>これ考えた。<laughs> そうです。CS のアダルトバラエティ専門チャンネル、うん、パラダイステレビの企画、ノブ主演のエロドラマ。 ということでございまして、うん、こういうのよくありますよね何、うん、とかしてみたら何とか、うん、てんてんてんみたいなこれはちょっとこれはちょっともう、うん、何のプラスにもならないよほんまでもやっぱそのテレビでノブがセックスしてたらそれ見るんちゃうなんやそれは <laughs> 結局終わりじゃ <laughs> 俺が結局よ結局お前がガボルクスにしててんわし絶対見るよ <laughs> 終わり お一回は終わいするよ。お前は一回終わるけど、わしがすごい浮上するかもしれない、ね。いや、浮上せんわ。諸友もや、<laughs> お前も。そう。相方がテレビですごいセックスしてたら。<laughs> 当たり前やろ。これはダメですよ。さあ、そして、えー、千鳥の時間よ止まれ。うん、かっこかり。なんでしょうか。えー、千鳥が、えー、劇場のルミネで、漫才中に時間よ止まれと叫ぶと、うん、本当に時間が止まる。うん、えー 千鳥が時間が止まったのをいいことに、客席に降りてエロいことをしまくるという内容。うん。幼稚なエロさ。これ,これは幼稚やね。<laughs> こんなん放送できるわけないやこれはダメだよ、ね。でも、全員がその、な、あの、なんていうのはい、はい、乗ってくれたら、できる。まあ、<laughs> ね。その、お客さんも、もちろん許可してくれてるってことだろ、うん、そうそう、そういう人を用意して、お客さんで入れて。なるほどね。 すごい金かかるやろうけどで放送はオッケーなら、うん、でも実際こんなんや、ね、で時間を止まれで止めさしてくれるとするやんお客さんピタッと止まってるという体ではい、はい、ほんでノブがその客席降りてエロいことするたらどこまでできるそれ放送されるんやろそりゃそうやん番組やもどこまでやろうなわしもお前もうっすらキスして終わりだ <laughs> <laughs> 真摯すぎる <laughs> 誰が見たい、ね、<っ>ん結局ビビってマサ <laughs> ぐれ体を <laughs> フレンチキス2人ともして気持ち悪い番組になりたいや確かにテレビはね「千鳥のオールナイトニッポン R」では「どうするどうなる千鳥の未来朝まで生千鳥会議」と題して「 千鳥が今後どうしたらいいかというメールを募集中ですメールアドレスは千鳥アットマークオールナイトニッポン .com 千鳥アットマークオールナイトニッポン .com 千鳥は CHIDORI です売れたいんじゃ日本放送の郵便室の吉田です 千鳥さんですか、ね、彼らはうん私は面白いと思うんですけどすやっぱルックスですかねルックスいや残念なんですけどねもっと東京で売れてほしいです千鳥の「オールナイトニッポン R」うん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 う熱がないね, <laughs> 熱がないね最後の方あっさりしてたな <laughs> さあ千鳥の「オールナイトニッポンルエンディングでございます早い、はいもう終わりです、ね、あっという間のような夢のような時間でしたね 見た目ね、やっぱ、ルックスに、ね、でも、なんかトータルして聞くとそういうとこ見たいやね。そうやね。おしゃれとか、見た目とか、そういうことやから。だから一回思い切って、俺もおかっぱっぽい頭になってるんやから今、今、うん。認めたのう弟うちょっと、赤いメガネかけるわ。<laughs> 山里うん、ももクロも好きやし。うん こまんねこまんねあんなもんが横におられたら。わしはしずちゃんじゃない。らあの子いたやん。あの、第2のローラで売れた子。水沢ありちゃん。いいい第2の山里思いっきり。いやいや、山里がローラみたいに人気ないやろ。どこ行っとんねんってなのか、嫌われてる方が多いんやから、お前。元が人気ないと。そう、そう、そう。ちょっとその辺もね、考えながら。さあ、えちょっと今日聞いてくれた方からの 感想のメールなんかも来てますね。ああす福岡県の。えー、すごい時間までですよ。ね<え>てくれたラジオネームトレハロースさんでございますね。はいえー、僕は長崎県の五島という島から福岡に、うんえー、出てきて3年になる学生です。はい えー、千鳥さんは僕たち島出身の希望です。ありがとう。えー、千鳥さんの活躍が僕たちのパワーに変わります。嬉しい。だから島出身として頼みますから、もうちょっと売れてください。あれ <laughs> 理想としては、えー、あと3年でアカシアさんまさんを蹴落とすくらいまでになってください。これからの活躍期待してます。えー、頼みますから頑張ってくださいね。 というねこれはかなりケツを叩かれてますよあと三年でさんまさんを、はい、あの越せるなんてことは、はい、わしが飛べたりさんと無理。<laughs> 羽が生えてね、うん、そうなんですよただでももう一応嬉しいね島の希望といういやでもそれはよう言われる東京来てもやっぱりいろんなとこからやっぱり出てきてる人多いから、ね 島なんよってよう言われるわ頑張ってな言うてなるほどねだ結局そうそういうとこもあるよな島そを撮るっていうねうん言ってたやん島本出そうかってああいうのもほんまに出していって大事かもしれないねん島の写真とコラムやろうんいいかもねいるかもな同期のレギュラーがこの前宮古島の本出したやんあんなもん島出身でも何でもないかな生かされただけやの 3年前ぐらいに行ったやつを今出すっていう <laughs> 西川なんかその島民から嫌われてくらしいん <laughs> なんか半分出入り禁止になったみたいなのを聞きますけど結構そういう確かに島の方の支持を得るっていうのが、ね、まあ大事やねただ今日は私2時間やらしてもらえたけどありがとうございますありがたい話やけどこれは申し訳ない最後に言うことじゃないかもしれんけど全然ダメでした、はい、あ何が僕らああ<ー>はいダメっ全くダメ なるほど絶対てんダメえー、次回、うん 力出すってこといやいや、なぜダメかって、いいんかなと思って、ダメやっていうのがよう分かったのが。なんでなんですかあの、さっき見たんですけど、あと10分で終わるっていう時に CM で、ついてきたマネージャーが寝てたん我がのタレントがラジオをやってるのに、それ聞きながら寝ちゃってたってことしかも、そんな普通の人たちがね、起こせれるほどのパワーが僕らにはなかったしかも。ここですよ。今日レギュラーにもしかしたら、 あれるかもしれないっていう、いいう一般的に気合、あ,あいつは、あの、立ってもないのがおかしいぐらい。わしやったらもう、おかしいな立ってね。<laughs> 拳握って見てますよ。<laughs> いけーとああ、それを、ね、ーーそれが寝ちゃうぐらいなんやから、わしらまだまだでしたということですこれはだいぶ言ってましたよ、マネージャーは。頑張ってくださいね、今日。大事な一回ですから、みたいな。うん、言ってくれてたよ、うん、タレントだけやん、イカと生子になって。<laughs> <laughs> えらい緊張してイカと生子になって頑張ったのに。確かにね。 それもありますよね。でもちょっとやりたいですよね、ラジオね。ラジオそうですね。でもこれあって2時間言うともうこれなぁ。<う>結局楽しいというかあっちもやもんな。あっという間ですよ。うん、で、リスナーの方とこんなね、いろいろ、なんかこう意見もらえるなんかなかなかないですからね。まあなぁ、近いですからね。そうそうそう。こうトータルして考えるとやっぱり何、何おしゃれするとかいろいろありましたけど、うん、コンビ名変えるとかありましたけど、うん、なんやろうなぁ。 だから、はい、うーん、どうしようかな。なんか、ま、誰もやってないようなこと、みたいなのかもしれんしな。うん、やってないようなこと。うん。例えば、えー、ちょっと出ません。出ない <laughs> 出ないよちょっと出なかったな抜け殻なったに、最後に。今自分で振っていったんやけど、自分に。<laughs> うん、自分試してみたい。見たいんやけど、途中で口紅引くみたいなこと言いそうになったから、やめとこうと。<laughs> それぐらいやったら今のうがいい。 で、また機会があればぜひウラスチドルのノブと、大吾でした。さようなら。さようなら。